この作品ってさ、うん、結局どうなってるどうなってるってどういうこと？ページを折ってるだけなのかなと思って。いや、折ってるだけだよ。じゃあ、そのページを全部戻したら信じるわ。なんで疑われてんだよ。戻せばいいってことですか。戻して。なんで怒られてんの？よし。あ、怪しい。怪しい怪しい。なんかやってるぞ。細工してあるね、ここ。これも OK だね。してないだろう。こんだけさ、あ、またうるせえな。本当に切ってなかったらさ、どうしてくれん、はい、どうしてほしい逆に。え、二度と関わらないかもしれない。ここはもう怪しい。決定的瞬間を抑えるから、ここで。みんな見てて、これ。あれ、もうもしかして目やってる？目やってるだろう。ゆっくりやるか？分かれてるでしょ？分かれてる。こうしたら、ほら、1ページじゃん、これ。おかしいな。納得いかないな、じゃないんだよ。あ、また最後やった。さっき見てた？最後のページ。ほら。切ってないじゃん、これ。普通の見えるし、これ。ほんとだ。切ってないって言ったでしょ。だから、うわ、切ってんだろってやつも、マジ、二度とコメントしてくる。ブックフォルディングの作り方。定規ホルダー、うわー、印をつける、折る、この猫さ、作ってみたんだけど、ページの折り具合、意外とむずいなと思って。はいはいはい、ああ、まあ確かにね。うん、あ、でもコツつかめば全然いけるから。折り具合とか言われてもさ、結構感覚っていうかさ、例えばさ、うん、爪を立てるのか、あ、それともこう軽くふわって折るのかみたいな。なるほどね。このさじ加減っていうか、爪は確かに立てないね。まあとりあえずこの線に合わせるよね。これはわかるでしょ？わかる。こんな感じだよね、僕は。うん、指の腹ってこう、はい、こんなもんだよね。なんとなくこの空間が影が黒くこれぐらいなんて言うんだろうな、あ、そういう、あ、手で表現してる、それを作ると、そう、なるほど、なんとなくこんな感じ、四角くこう影が見えますみたいな具合で折れば OK、 なるほど、まあ、あとはこれを繰り返していけばこうなると、おお、ただそれだけ、印をつける、ティンキーに2023年の作品作らせてみた。明けましておめでとう。ということで2023年の作品お願いします。2023年って分かればいいってこと？まあまあ分かればいいよ。まあじゃあ2023年って分かるやつ作るわ。 OK。 2023って分かるかな？まんまじゃん。20キロに近い方が勝ち。この箱にいらない本。いらない本なんて言った。今は使ってない本を整理して、20キロにぴったりに近い方が勝ち。対決ね。勝ったらどうなの？勝ったら、1週間、威張れます、うん。あ、いいや。コーヒーを。コーヒーを。ちょっとね、ハリーポッター。が、ああ、ハリーポッター。あ、次これにしよう。次、ハリーポッター。オッケー。じゃあ僕はこれで。詰めていきまーす。何ページ折ったかな、今まで。800ぐらいはあるじゃん。平均したらさ、だいたい400ページぐらいの作品だよね。800冊で。400ってこともないと思うんだよね、多分。500と言ってたら40万だから、単純にかけるんだよ。80万。80万ページ折った。そう、触った。これで。何キロ？ドン。うわ、あ、21キロ超えたか。どっちも終わってるけど、21.7 だったので、僕の勝ち。たかしの勝ち。一週間威張れる。威張れるということで。権利を。コーヒー毎回入れてもらおうかな。わかりました。この本使ってさ、なんか有名なキャラクターとかたまには作ってほしいな。キャラクター、うん、あー、じゃあやるか。
できたよ。おお、これはあれじゃん。これはあれだよ。あれだね。あれだよ。この作品ってさ、うん、結局どうなってんのこれ。結局どうなってんのってね。まだ、ま、動画で理解できないような頭脳を持ってる人は、はい、切ってなかったら二度と関わらないでほしいっていう。どうぞ。とりあえずここが一番怪しいよね。いや多分こっちの方が怪しいと思うけど、まあ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 、それ、それぐらいしか理解が追いつかない。前2個ぐらいだったのにさ、まあ前は3個あったんだけどな。4つだよ。ほら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 、もうこれがもう答えだよ。これが答え、これが答えだよ。何の答え？折ってるだけだよ。今見てたろほら、1列でこれ4つあるだろ。何個ほら数だろ、数だろお前。1、2、3、4だね。4だろ。この4つを手前にあるだろ。おー、それぞれのページじゃん。切ってないの？触っていい？いいよ。とりあえずオッケーです。なんでとりあえず。あ、また4つ見た見たも見あ、めっちゃ見える。はい、問題です。はい、切れ目はどこでしょう。探してください。切れ目、あの、見つけられるまで関わってこ、好みのアートを飾るような箱に入れてくれ。 ASMR。 ミンキーに世界フィギュアの作品作らせてみた。世界フィギュアの特番からさ、うん、作品制作依頼来たからよろしく。すげえ角度から来た。いや本当だよね。うん、まあじゃあやるわ。今回は世界フィギュアとこうコラボをしてくださるということなんですが、はい、一体どんなものを作っていただけるんでしょうか。スクホールディングっていうものを作ってて、こういったものになります。すごい緻密な作業なんですね。もう完璧です。しっかり折るんですか。爪を立てちゃうと立体感というかボリュームが出ないので、だいたい折れれば OK です。これぐらいで、はい、OK です。はい、これはもう今回の世界技編ぴったりですね。これぐらいがいいんですかね。広げ具合は、ね、はい、これ欲しい。動かす。あ、そうですね。あ、めっちゃいいです。ありがとうございます。あのさ、折り鶴作ってほしいんだよね。鶴？うん、全然いいけど。この本使って。あ、そういうこと。